カナンバーワン931回の向こうの甲子園は2014年の台湾映画。カノオとは日本統治時代の台湾のカヨシ氏に実在したカヨシ農林学校を日本語読みした当時の呼び名である。DVD やポスターではカノの振り仮名がカノウではなくカノとなっている。2014年3月7日第9回大阪アジアン映画祭オープニング作品として 台湾以外で初上映され、観客賞を受賞した。台湾政作であるが、舞台となった時代背景からセリフの多くは日本語であり、一部に台湾語、発火語、原住民語が使われている。日本では2015年1月24日に公開された。1944年、乗車隊ら大日本帝国陸軍の将校たちは、南方の戦場へ向かうために、 台湾のキール駅から台湾南部へ向かっていた。乗車は同行者に、海洋市に着いたら起こしてくれと言って、しばしの眠りにつく。1931年夏、甲子園球場で行われた第17回全国、中東学校優勝野球大会の開会式に、乗車は札幌商業のエースとして参加していた。日本本土の学校だけでなく、 大連や慶場といった外地の学校のプラカードも見える。そこに交通事情から遅れて参加してきたのが、海洋市農林学校野球部の選手たちであった。物語はさらに1929年に遡る。のんびりしたチームの加納野球部は連敗続きであったが、新任監督として迎えられた日本人の近藤平太郎によるスパルタ式訓練により、 部員たちの心には徐々に闘争心と甲子園出場への夢が芽生えていった。近藤は日本人のみをひいすることなく守備に長けた日本人、打撃に長けた漢人、伊田天のごとく足の速い高佐護族の選手たちのバランスの良いチームを作り上げていく。また、かつて近藤が指導し、その指導に萎縮した松山商業と比べ、可能の選手たちが伸び伸びとプレーする姿は、 近藤自身を成長させ、チームに対する愛情を深めていくのだった。少年たちは日本語で教育を受け、普段は日本語を話したが、町や仲間内では台湾語を話した。日本の統治下にある町には日本語と漢語が溢れ、近代化整備が進みつつあり、活気に満ちていた。一方で、農村は治水対策が不十分で、台風のたびに甚大な被害を受けていた。 エースピッチャーのごはるかつは、おじが経営する山陽道書店の手伝いをしており、店員である足塚に淡い思いを寄せていた。しかし野生はやがて、体中の医師と結婚して、かよしを去る。明は爆竹を燃やして、彼女を祝福しつつ、寂しげに見送るのだった。全国中等学校優勝野球大会へ向けた、台湾大会が始まった。当時、台湾代表として、 全国中等学校優勝野球大会へ出場できるのは台湾全島で一校だけであったため甲子園へ行くには台湾大会で優勝する必要があったが従来は毎回日本人のみで構成された台北一、中や台北商業が出場していた外国人は野球を含めたスポーツが下手だとされておりまた外国人が混じっているチームは見下され応援されなかったのである こうした事情にもかかわらず、三民族で構成され、しかもこれまで一度も勝ったことがないチームであるはずの、可能の快進撃は止まらず、勢いに乗って全頭優勝を果たす。台北から外戦した選手たちは、街中から大歓迎を受けるが、彼らは当時のアジア最大の推理事業であった、神並大歓声を知るや、パレードを中断して、用水路へ向かった。 水が満ちていることに感動していると、視察で用水路を下ってきた大建設の指導者、八田余一に会い、優勝を報告するとともに、八田から激励を受ける。迎えた甲子園大会、加納は下馬表では弱すぎて、本土のチームには相手にならないのではと、危惧されていた。甲子園球場に来た加納の選手たちは、甲子園のどの質の良さに感動する。 初戦の対神奈川商工戦では3から0の寒風にを抑え一躍注目チームとなる。その様子をスタンドから見ていた乗車は激しく動揺する。マスコミからの取材を受けた可能の選手たちには当初なぜ外国人がいるのか、野蛮な高さご族に日本語は理解できるのか、等と,といった差別的な眼差しと質問が向けられるが日本人メンバーの王座とは 自分たちは良い友達だと返し、近藤も彼らは民族を問わず同じ球児だと反論した。準々決勝の対札幌商業戦は19から7で圧勝。試合中、殺傷ピッチャーの乗車は呆然自失となり、自分でも何が起きたのか理解できないうちに自らマウンドを降りてしまう。再び、1944年。 乗車隊員は、かよし駅での大砲の積載に時間がかかることを確認すると、可能の練習場へ向かった。あの時の彼らの強さの原点は何だったのか。街には、第二次世界大戦中の第二本帝国領として、繊維を高揚させる垂れ幕があふれていたが、かつてのような活気はなかった。乗車は荒れ果てた練習場のピッチャーマウンドに立つ。 甲子園大会準決勝の対小倉工業戦も、可能は10から2で圧勝。魂のこもった姿勢と素晴らしい強さは、本土の野球ファンをも魅了し、応援するファンも増え決勝戦では超満員の監修が甲子園に詰めかける。決勝の相手は、名門中の名門、中京商業。地元のカヨでは市民たちが、ラジオ中継に熱中し狂気乱舞しており、 亜生も出産したばかりの子供と共に、加納を応援する。日本だけでなく、台湾でも大勢のファンが固唾を飲んで見守る中、試合が始まる。しかし、アキラの指は限界を迎えていた。試合中に出血したアキラを、近藤は降板させようとし、チームメイトの間でも激しい意見が交わされる。結果、アキラは続投することになるが、フォアボールを連発し、 押し出しで得点が入ってしまう。そこに、守備の選手たちが、俺たちが守るから敵に打たせろと叫び、ベンチの選手たちは、アキラの応援歌を絶唱する。結局、彼らは、中京賞の吉田正雄に完封に抑えられ、優勝はできなかった。しかし、可能の最後まで諦めない奮闘ぶりは、日体それぞれの人々に強い印象を残し、スタンドにいた乗車は、健闘をたたえて、 天下の可能と絶叫する。その声はどんどん大きくなり、やがて観客席全体から響き渡るのだった。その中には、当初は可能の選手たちに差別的な言葉を投げつけた新聞記者の姿もあった。負けても泣くな、勝っても泣くなと指導されてきた選手たちは、僕たちはいつ泣いたら良いんですかと言い、ついに号泣する。選手たちは、 準優勝立てと甲子園の土を手に、船で台湾への帰路に着いた。戦場ではしゃぎながら、野球をする選手たちの前に、やがて懐かしい台湾の地が近づいてくる。エンドロールでは、近藤や選手たちのその後が紹介される。ある者は、日本の野球界で活躍し、ある者は、台湾で野球の普及に貢献した。そして、ある者は、第二次世界大戦で戦死したのだった。 か、吉農林の卒業生が古い資料や関係者への取材をもとに、甲子園に出場した野球部の話を一冊の本にまとめて母校に寄贈していたことを、プロデューサー、義徳生が、セデックバレ制作中に知り、野球経験のある俳優、馬師章を監督に映画化を決定。選手役には演技経験より、野球経験を重視し、約5000人の中から身長が高く、 5年以上の野球経験があるものが選ばれた。選ばれた者は学校を休学し、演技や言語などの訓練を受けた。甲子園球場のグラウンドを当倍で作り、国土の再現はタイヤを細かくしたものを敷き詰めて再現した。2015年1月17日から3月1日まで野球殿堂博物館で当時の写真や 道具の特別展示が行われた。2015年8月11日、埼玉西武ライオンズは本作とのタイアップイベントを西武プリンスドームで開催した。かのデート名打たれたイベントには作品の中でエースピッチャーのごはるかつを演じた、そういうやす氏も登場した。2016年8月1日から8月3日まで、中京大学と国立海洋史大学公式野球部同士の 国際親善試合が行われた。ありがとうございます。